今日はそれの終わってご飯を食べております。うん、うん、うん。そんなのカフェはコーラフロートみたいな前しか向かねえのやつ食べた。パオパオ亭の肉も美味しいでしょ。お、楽しいんだね。何これ。何ここ、うん、手羽元カレー食べた。くーうまー。そう、せっかく来てくれたのに、あの売り切れちゃって CD ができなかった方も何人かいて、すごくなんか申し訳ないというかやるせないというか、でも本当来てくれてありがとうね。嬉しかったです。うん、うん、うん、こんばんは。みんなありがとう。あ、覚えてますよ。こちらこそありがとう。最後1枚の方だ。そう、最後になんかじゃんけんといろいろあって、最後ラスト鍵締めの方ですね。幸運の持ち主。うん、おいしいですか。うん、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 取ってる。うん、初の配信終わったらそれならもえさん見る、まあ、お見て見て、ぜひコメント待ってるね。うん、あ、私の卒業式の写真だ。懐かしい。今ね、思い出さん託してる家族が。あ、パピが来た。パピタン、パピタン、みんなが見てるよ。挨拶してどうもって。何歳パピ。まあ、11歳ね、11歳だもんね。今日はありがとう、こちらこそありがとう。嬉しい、綺麗だった、ありがとう。お顔が小さくてびっくりしました。嬉しい、私そんなお顔でかい方なんですけども、嬉しいです、そんな小さいと言っていただいて。ちょ、メンバーみんな小さいんでね、これよりも小さい子が AKB たくさんいるんで、ぜひみんなの小ささを見にコンサートなど来てください。何トレーナー、うん、これみゆちゃん。そうだよ、見せて見せて。何それ。面白い、うん、面白い。こんな前なの。ゆうらぎさん、ありがとう。面白い。あ、これだ。ママ、いい。パピちゃん可愛いでしょ。サイン会会場2階デニーズだったんだ。マジか。カバン持ってた方覚えてる。かわいい。ありがとうね。
見せて見て誰それ誰誰これ勉強お疲れ様でしたありがとう誰マクさんリガハートあー3年前いいねみんな友達とめっちゃ可愛いんだけどご飯会は楽しいねマクさんリガハダルマーエスノペアトのクリスさんリガハートこの人知ってる誰ゆえーその、あの、合間合間にねなぎちゃんたちと唐揚げを食べたの兄さんの兄さんの台湾屋台みたいな名前の唐揚げ屋さんがあってその今日の会場のほんとすぐ近くにあるんだけどそうあの始まるサイン会が始まる30分前くらいにまで30分くらい時間あるってなってちょっと外出たんだけどでもあんま探し回るほどの時間もないねってなってあそこになんか台湾の唐揚げからもうこれでいいですねみたいなって言ったんですよでもなんかみんな最初なんか普通に台湾唐揚げみたいな普通のそうよくでかいやつあるじゃないですかあれを想像して行ったみたいでそしたら普通に唐揚げだみたいなんでちょうどあれは本当に、まあ、大阪とかにも1店舗とかあるっぽいんですけど1、2店舗あそこが本店かな名古屋に本店があるです、ね、有名なんですけどね私も一回食べたことあったんですけどそこでそれ食べたらみんなおいしいってなってなぎちゃんがおいしいってすごいみんな香りちゃんもなんだけど喜んでくださりましてですね私は個人的になんか嬉しかったですねでなんか食べ終わって一部終わった後にもう一回唐揚げ食べたいってなってもう一回食べましたあの合間にマクシャーニがお花そうあそこの唐揚げをちなみに私たちが食べたのは普通の唐揚げのベーシックな唐揚げの辛さ少なめ食べました辛さ少なめでもね結構辛いんだよねモスめっちゃ唐揚げのお店多いです。たくさんありがかわいい。誰これ？ああ。マクドナルド食べてんの？いいね。今日サイン会行ったよ。ありがとう。楽しかったね。あらま。この資料何使われてるのか全然わかんない。これアスカじゃない？うん。帽子がなくなったの。髪の三つ編みのやつ？ああ、パパ変わんない。帽子は？あとちょっと。帽子さここさ三つ編みみたいな。夜ご飯中。すっごいねこれ。としき N アトマークめぐれんちゃんのジーロさん、ありがリンボースターめめぐさんのファンの方だったんだね。旅行だ。本当。甘栗はね見たことあるけど買ったことないかも大須のね。有名なのかな。どこ？名古屋小学校。あのスマホケース。今ちょうど。画像整理してる。思い出に浸ってますね。今とても楽しいです。パパもママも。最後お疲れ様でした。こちらこそ。ぜひ来てください。いつかまた。また出演。ひねぎさんありがハート、まさくまさんありがくまちゃん。はじめまして。今とは高校生です。ブレスレットね可愛かったよ。覚えてる。全然まだ話はね。カキ食べたい。食べな。どこ？なんでこんなにいっぱいあるじゃん。剥いて。うん。うまっ。え、何これ。ありがとう。旅行？間違えた？
サイン会楽しかった、うん、なんかお話し会なんか握手会みたいだった、昔の思い出しました。そうだから、これは日記みたいなもんだから。パパね、エスナンペットマキューさん、ありがとうございます。リリーさんとおやずさん、おらへんおらへん、20日過ぎたんすエスナンペットマキューさん、ありがとうございます。今ね、お食事中なんだ。下川ミラさん、ありがとうございます。間違ってたらお教えです。こんばんは、バクさん、ありがとう、素敵、紫モンドさん、ありがとうございました。そうそう、一部と二部で並び順も変えました。一応携帯じゃない、携帯かな、そう、こっちだ、どこ、うん、うん、うん、ここ、あとちょっと待ってよね、優雅にご飯食べてすませんな。パサの誕生日じゃん。ほんと、あ、ほんとじゃん、誕生日だねって喋ってたじゃない。キュー。え、これあれじゃん、ノリアとうまくユーフさん、ありがとう。何兄弟、4人姉妹です。そうそうそう、全員女、どこですか、どいつが止まったんだろう、あれじゃない、3部行ってくる、うん、行ってらっしゃい。2部は私、1番目が私で、なぎちゃん、かおりちゃんだったんだけど、結構かおりちゃんが卒業間近だから、こう最後かもしれないって言って、かおりちゃんのファンの方がすごいたくさん来てたので、来てらしたので、かおりちゃんが最後の方がいいかなってなって、かおりちゃん最後にして、で私が真ん中だったから、1部が真ん中だと変わんないから、なぎちゃんが真ん中で私って。誰がね、また開催したい。あ、これ、スーさんにがふく、ありがとう。え、こんな可愛い子持ってる。こんばんは。私全く映らないんだけど。うん。どこ映してるの？あ、一部はね、適当ですね。ちょっと適当に。楽屋を出た順で、うん、うん、うん、要は満足じゃ、ご飯を食べて、見てみて、あ、恥ずかった、恥ずかった、こんなの作ってたんだ、誰が、うん、この写真まで、これ最近だね、これ最近の、めっちゃ濃いじゃない、めっちゃ濃いじゃない、じゃないよこれは。確かにあやよ順だわ。あら、私、あ、クマさんおるで。うん。チーズがめっちゃ伴奏候補でしょ。こんばんは。うん。今、リガハツがめっちゃさ、鼻に伴奏候補ってる。うん。ふう。あ、そう。ふう。パパパパパ。ちょっとケプーってなりそう。本当だね。覚えてくれてた、やったじゃん、パパちゃん来た。個人的にはかおりちゃんが卒業するって知ってから話せてなかったから、あんま会う機会もなくて、なんか話せてすごい良かったなって思いました。よく来たね、来てた、まだあれヒルバフは持って、あ、かわいい、本当だ、これなんだけど、うん、好きだ好きだ好きだ、好きだ、そう、話す、卒業お疲れ様でした、しました。あ、次はずかじゃない、あらー、あ、捨ててる時だね、これ島次郎のお父さんだね、そう、ちょっと待ってね、こんな楽しそうなの、そうなんですよ、最後にね、捨てたの、姉妹で良い子と悪い子、ん、何かママの子とかな、ひなちゃんに捨てたの、
うん、まあ姉妹でっていうか兄弟姉妹多くて、いいことはやっぱり楽しいですね。あと私は一人っ子になったことがないので2番目なんで、基本ずっと誰かがいたりとかするから楽しいし寂しいと思ったことがないのと、まあ遊び相手がいたり相談相手がねいたりとか、まあ普通に楽しいが一番ですね。賑やか。まあで、まあ、悪いことって言ったら、小さい頃はとにかく制服がお下がりだったり、何かと持ち物がお下がりだったりすることがすごく嫌だったのと、ちょっとさ、いがくむちゃん、まあ、あるあるだと思うけど、あとは食べ物ですね。食べ物が争奪戦で4人なんで、ルミルなんだよね、じゃんけんですよね。それがまあ別にまあ嫌だったかな。まあ嫌ってことでもないけど、懐かしい、愛理ちゃん。うん、好きだったやつ。お疲れ様でした。ありがとう、ありがとう。あ、千葉着いた。お疲れ、お疲れ。早いね、結構。そんなもんか。推進してる。面白い。私は視聴者を増やすのに困難だと思った。こんなのなんか根気だった。根気だと思った。コバハ、そう、取り合い。あといとこも4姉妹なんですよ。私のすごいですよ。私は高貴な。そう、私の家族も4人女の子の4姉妹だし、いとこも4人いて4姉妹全員女の子で、だから、まあ、もう一人いとこがいるんですけど、一人っ子の男の子、その子だけ男の子で、真逆ですよね。人数のこの人数多い少ないも性別も真逆なんだけど、そのいとこは男の子のいとこはあんまり会わなくて、普段そんなにちょっと遠くに住んでるから、そのいとこだけ普段会わないんですけど、4姉妹の方のいとこは結構会うんですけど頻繁に。もうすごかったよ昔は、食べ物のじゃんけんが。一回夏休みでしばらく1ヶ月はないけど2週間くらいいとこと全員で一緒に泊まってたことがあって、そう、お母さんの実家でね。その時はその男の子のいとこもいたんだけど、まあ4姉妹対4、まあその時はまだ妹生まれてなかった、3人だったわ。3姉妹です、私たち3姉妹だったんだけど、すごかった。もうほんと大変だった。全部じゃんけん、もう全部じゃんけんだしさ、なんか風船の取り合いをして、風船があって、私はどうしても紫の風船が良かったんだけど取られて、もうすごい泣いたりとか、なんか本当に全ての物事じゃんけんとか取り合いをして大変でした。かわいい。後ろが楽しそうだよね。そう、じゃんけんに答えられました。殴り合いね、殴り合いにはなったことないんだけどね、女の子だからかな。男の子だったら殴り合いになったのかな。あ、ユカピー、よかった、ユカピーだったんだね。私全部あれどれだろうって全然聞こえてなくてごめんね。分かってよかった。ティーかと思った。竹を取りに行ったのはいとこの家じゃないの。いとこですよ、いとこです、いとこ関係ですね。うん、天魔荘さん姉妹キャプー、お父さん肩身。いや、そんなことないよ。なきさん、ありがとう。あ、ジャンバー高そうだった。なんだっけ、なんていうんだっけ、あのジャンバーの素材、なんていうんだっけ、あのモコモコっていうか、あのダウンジャケットって言ったっけ、黒の。あ、高そうだった。あ、かわいい。のきちゃん、ありがとう。今日3人で写真撮ったよ、ツイッターのっけちゃった。こんばんは。なんか楽しそう、まあ、楽しいんだけどね、まあ、最近はみんな大人になって落ち着いたかな。昔はお泊まりしたり、お互いの家をいとこと、
楽しかったね。あといとこのお兄ちゃんが小学校、いとこのお兄ちゃんが私とは何個年離れてる？8個くらい、8個離れてないな、6個くらい離れてるお兄ちゃんがいて、このお兄ちゃんは小学小さい時はよく遊んでくれましたね。その会ってた時は難しいね。一人だけ男の子って面白いよね。あと女の子全員一緒一緒なんだ。こんばんは、ヒルツにがペナイト、こんばんは。男の子か、欲しいと思ったことはある。弟欲しかったかも。お兄ちゃん、なんかお兄ちゃんは別にどっちでもいいんだけど、まあ、母がね、女の子すぎて全員が一人くらいは男の弟かお兄ちゃん欲しかったなと思いますね。ナイちゃんも大人になってた。みんな年齢を重ねてます。妹めっちゃいい声してる。おお、喜ぶわ。言っとくね。言っとくわ。今池のなるっていうスケイのダースさん、津田さん、お湯たちのつけ麺屋食べてきた。いいね。いいね。とか10人以上いる。いいね、楽しそう。自分が男になりたいとは、まあ思ったことがないこともないこともないかな。ないこともないこともないかな。だってさ、15年じゃない。男だった、あ、立候補お兄ちゃんじゃないんだ。じゃあ一旦生まれ変わりますか。そう、大須商店街で迷子になる気がする。大須商店街は大きいからね、複雑ですからね。こんばんは。ないことも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 ない。そう、なりたい男の子なりたいなって思う時もあるし、女でよかったなって思うこともあるし、ノリアとマクユエさん、ありがとう。悩む、難しいね。おお、お兄さん、想像できないですね。こんばんは。そんな席とかにサインされてるんだ。そうっすね。いつもなんかここ行きたいとかじゃなくて、ふらふら歩くから、どこだっけとかあんまならないけど、なんかお目当てのお店とかあったらちょっと探すの難しいかもね。サナペット、アトマクヨシさん、ありがとう。ナオキさんもありがとう。ね、今日のイベントね、最初の方時間足りないってなって、ちょっと巻いた方がいいかもってなって急いでたら意外に巻きちゃいました。逆に巻きすぎちゃう、15分くらい巻いちゃいましたね。ちょっと運動しないと食べたから。おとらーの、あ、今もう一回見せてみよう。これ、あ、北海道 CD 何枚用意してたか言っていいのかな、わかんないよ。ちょっと言っていいかわかんないけど、でもと決められた枚数販売されてましたね。ちょっと発表されてないこと、20日が言っちゃったらさ、何金がエキノコックス、申し訳ねえからね。なんか歩いてるね。だって普段見ないよね、キツネなんて。見ない。狸見たけどね、狸。野生の狸。え、前にさ、散歩してきたのなんだっけ、動物。あれはなんだ、ハクビシン？ハクビシンか。あれ、シイだけなの大変だよね。お子ちゃんが、お子ちゃんが。うーん、北海道。見て見て見て。何これ。アツのとこに生まれたい。頑張ってみ。どうやって撮ったの？
今日はサインありがとうございました。はい、ありがとう。こちらこそ配信も来てくれてありがとう。手も手は自分だと思う。嬉しい。お、テリヒョヒアットマークメグレンジャー緊急説明ありがとうかな。多分想像以上にたくさんの方が来てくれたのかな。スタッフさんが想像してた以上にありがとうね。オッケー今37分かお風呂も入らないといけないもんね明日、うん、ギリギリだったマジかみんなありがとうねハマハトそうだよな多分想像想像以上に来てくれたんだろうねスタッフさんもありがたいことですけど入らなかったら、皆さん考えたらすごくなんかもう全部書かせてと思います全部なんか私物サイン会でも開催したいところでしたけれどかわいいじゃなくそうでも顔見れたりとかしてよかったですガラス張りでよかったカフェがねあすごいこれかわいいモレモレだねあ、これも、あ、これも何つか懐かしいかわいい2019年3年前ねびっくりした、私も最初心配だったんですよ実はメリークリスマスやんメリークリスマスやん久しぶりの生ハツに会えてよかったあ、嬉しい、やった来てくれてありがとうねみんなほんと仕事上がりとかに仕事終わりの時とか仕事終わりで急いで来てくれたりとか本当にありがとうございましたあ、三重から電車乗ってきてよかったですありがとうね気をつけて帰ってねあ、もう帰ったかな気をつけて帰れてよかった帰ってたら宮城さんありがとうなんだっけあ、カフェ券とかもそっか予約制かどこそうそう、お魚の親父まで続けてたからねこれ土地勘ない人は信じちゃうよねなんかさ、なんだっけな本当にね、結構遠くから来てくれた方も本当に多くてすごく、まあ、ありがとうございますっていう感じでございました感謝ですねなんか、まあ、あの、まあ、私にとか僕3人に会いにね来てくれて最近じゃんすごいみんな東京とかもたくさんいたし東京か関東からも関西からもいたしあれはあのあれは聞き間違いだったのかもしれない聞き間違いだったと思うんだけど大分から来たって言っておばあちゃんがいてあれもおばあちゃんは本当に大分から来たのかちょっとわからないんだけど聞き間違いだったのかもしれないんだけど、まあ、もしかしたら大分から来た方もねいたということで聞き間違いだと思うんだけどなでも本当だと思ういやでもおばあちゃんで本当になかなかねファン層では珍しいおばあちゃんが来てくれてどこから来たんですかって言ったら大分からって言ってたんですよで大分と思ったんですけどでもね新幹線で3時間って言っててその大分新幹線で3時間で着かないはずだから新幹線で3時間で大分から来れるおばあちゃん見て見て赤ちゃんの背景だから新幹線で3時間かかったって言ってたんですよだから大分じゃないにしてもそんなにね遠くから来てくれたおばあちゃんもうコロナあるんですけどまあでもそのおばあちゃんもね来てくださって嬉しかったですあれ水すごい見えなかったうんそうそうそうノルウェー出身の方もいましたハツカは何か言ってんだろうこれ何か言ってんね今日はありがとうございましたなんとかなんとか4個か4なんとか4個いやもしかしてああ多いですって言ったのか14歳あおおいそうでも本当になんか普通にちょっとねあのおばあちゃんってなかなかねあんま私イベントとかで会ったことなかったからすごいあおばあちゃん来てくれて嬉しいと思ったんだけどあおおいそうありえそうおおいそうじゃあの新幹線でえ
でも大磯、大磯、大磯ってどこだ？神奈川に多いです。神奈川。あ、でも神奈川だったら2時間半だから、まあまあまあ3時間半。ワンチャンありえるな。ありえますね、これだと。大磯だとありえるかも、3時間だし。大磯って言ってたのかもな。それでもすごいね。これ、ハツカがさ、漢字のさ、宿題にさ、そう。こんばんは。いつか行ってみたい、ハッツのサイン会。ぜひ待ってるよ、ハッツのサイン会。ハッツも待ってるよ。私の意見ですが、みたいな。バイハツカ。あー、大磯って言ってたのかも。新幹線の時間も結構ピンポイント、結構合ってる。さすがに今日海外からこのイベントのために来ましたって方はいなかったと思う。また開催してほしいね。東京から名古屋は1時間40分ですね。のぞみで。可愛いね。若いわ。そんな太ってる？生まれたって。何これ？これは季節が作った。全然後ろの会話聞いてないんだよな。何？どうしたの？福井から名古屋前めっちゃ遠かったけど、あれは多分電車のせいだよな。電車って事故った。そう、発表めっちゃ後だったもんね。四国から名古屋は愛媛だったら5、6時間で行けるかな。電車だったら名古屋駅からそんくらいかな。スミーハン、ありがとうございます。うん、名古屋から行った時は言わないよね言わないよね、言わないよね、言えばあれしますからね。言わないよね。まあまあ私の言わないよね。うん、あ、新潟の方もいました。嬉しい。ね、3人一緒なんですよ。そうそう、45分か。今な、私は何時から始めたっけ？10時過ぎから始めた。今30分くらいか。大宮。大宮。大宮、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 新幹線で大分からって。いや、聞き間違いじゃないかって話。大磯じゃないかとか。だって大分って新幹線通ってる。いや、だからおかしいよねって今なって。おー、だから3時間かかる大分っぽい名前のところを今大磯か大宮かって。でも大磯ってとか2時間半だったからワンチャン大磯な気が。神奈川だって。かわいい。大磯なんじゃないかと思ってます、私。まあどちらでもいいんですけどね。どちらでもいいんですよね。まあ遠くから3時間かけていてくれたってことは変わらないよね。これめっちゃかわいい。感動してます。私は3時間かけてきてくれたってこの事実だけで嬉しいです。うん、でも
こうやって地元だよって方も多分いたと思うんだけど、すぐ帰れるよってそういう方、地元の方に会えたことも嬉しいです。マサクマシャーありがとう。何どこ？ほぼほぼほぼ嬉しい、嬉しいね。何もぐらいだけだね。アマゾンプライム入ってるんですけど、私アマゾンプライムで私余命10年の映画館めっちゃ行きたかったのに、結局行くタイミングを逃して行けなかったんですよ。小松菜奈さんが出てるのにさ。だからでもアマゾンプライムで今独占配信かな。アマゾンプライム、ちょうど私アマゾンプライム入ってるからちょっとそれ見たいね。それが見たいんだよね、余命10年。今なんか映画館何やった？スズメの戸締まり、よく名前聞く。面白いかな、見た？みんな見に行こうか。 DVD 持ってんの、すげえ。糸も見れてないです。これ最近でしょ。あ、切ったなんか。うん、ママ誕生日の前の日。あつか誕生日の前の日切ったっけ？ノートさんにグリーンボスター。そう、自転車、自転車って言ってたね。そう、40、ここから遠いって聞いて40分と言って、あ、何で40分？電車、自転車、車って言ったら、自転車って言って、自転車。自転車で40分だったら多分そこそこ近いよね。電車とかで行ったらそこそこ近いでしょ。車とかで行ったらね。あ、本当だ。なんて書いてあるの？オール世代おすすめ。おお。ギブ影締めはもうこのサイン会全ての影締めだ。あぶぶぶ。あぶぶ。うん。あくび出る。あ、ママが。誕生。いいと。それあれやないかい。雲山だっけ、なんかそういう名前の感じのやつやないかい。あれはもうアニメでやったね。あ、今日なんかそう、今日鬼滅の刃の携帯に貼ってる方がいてサイン会で、あ、鬼滅の刃好きなんですかって話して、最近それ鬼滅の刃の2期は見たんですよ。2期まで見たんですけど、あの派手派手だ、あの遊郭事変ですよね。遊郭事変は見たんだけど、その後ないつ始まるんだろうってずっと思ってたら、今日その方が教えてくれた。もうちょっとでも始まるらしい。楽しみ。楽しみです。一応もう読みましたけど漫画は。ねえ、スズメの戸締まりは全然話の内容全然わかんないよ。え、なんだっけ。先約なかったら今日言ってたら先約があったのね。あんまり元気じゃない。携帯も見せられます。ああ、ポケットに入ってたその方は。ポケットに入ってたのが飛び出てて見えた。ああ、そうだ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 。決め、いつからかな。ああ、本当だ。何これ。あ、これ結構最近だね。すごい顔。ああ、と。トウイチロウって言われた。ムキトウ、ムキトウだっけ、そんな目のさ子いるじゃないですか、かわいいなと思ったら。霞柱、あ、服か。トキトウムイチロウだっけ、トキトウムイチロウ、これか。怖いな、今トウイチロウって言っちゃった。あ、それジョン・マイ・ラブの子供やないかい、テツの子供やないかい。いつだ、いつ放送開始。いつ放送開始。ブリゴンちゃんありがとう。地元だけど1年ぶりのオース行った。1年ぶりのオースはどうでしたか。なんかしましたか。なんか食べた。あー、なんかこれ誰。そうだね、うん。すごいことしてきた、こんななってる。
大事だね。じゃないか。すごい上見てる。来年？来年か。かわいいね。かわいい。親バカしかいないけど。え？親バカ、姉バカしかいない。妹の動画を見てた。かわいい。かわいいね。上ばっかり見てる。上ばっか見てる。なんか見えたんじゃない？12月10日に新 PV 公開。来年か。オーソイツ。あぼぼ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 、あくびが出るよ、あくびが出る、あくびが出るよ、あくびが。3月から4月くらい。あ、新幹線着きましたか。あとは普段オーソイ大須に行くる、行くってことかな。大須は、あんまし最近行ってなかったね。それはロザンナです。あんまり行ってないけど、たまに行きますね。たまに。あ、かわいい。1年に3回くらいかな。最近は。あ、遊びに来てくれますね。3年前。あ、そう、楽しかった。ハーヘー無限列車編の総費用金が。2020年から。ちょっとあくびが止まらなくなってきたから、そろそろ終わりにしようか。そろそろ終わりにしようか。普段大分行く、普段行かないかな。大分は行かないか。これ自分で作ったリボンじゃない。うーん、ふろふろから、ちょっとあくびが止まらなくなってきちゃった。でもね、13位、泉アットマーク、サインありがとうさん、覚えてる、ありがとうね。待ってきてね。ブッシュブッシュブッシュ。ジェニー、鳥天、は、うしゃぎ、チューリップ、ひよこ、レモン、アイシュ、森田、リョウ、馬の入り口、あーから読めない、鳥天ちゃん。ちょっと今昔の自分がちょっとブシャイクすぎて、ちょっとびっくりしちゃった。鳥天さん、ありがとう。あ、変わった。そしてジュンニーは泉ちゃん、ありがとう。で、11位はチョロアタリチさん、チョロさん、チョロさん、ありがとう。ありがとうございます。10位、ユーゴニーさん、ユーゴニーさん、ユーゴニーさん、ありがとうございます。9位、ナオキさん、ナオキさん、ナオキさん、ありがとうございます。8位、ノリアとマーク、ユーエフさん、ノリさん、ノリさん、ノリさん、ありがとうございます。そして7位はエースのペアとマーク、ユーエフさん、エースのペアさん、エースのペアさん、ありがとうございます。はい、6位はヒイラキさん、ヒイラキさん、ヒイラキさん、ありがとうございます。スーさん、スーさん、スーさん、ありがとうございます。キープ。4位、まさくまさん、まさくまさん、まさくまさん、ありがとうございます。キープ。ふー、マスクフェンス。3位、チョコミントさん、アットマーク、おしめに会えてお会いできてよかったかな。ちょっと見えないけど、ありがとう、ありがとう。あ、スーさん、お会いできてよかったか、ありがとう。チョコミントさんは、わかんないや。あ、じゃあ、推しメンに会えて浮かれモード全開中。おお、ここめコメントしてくれたら読めるんだ。はは。コメントさん、ありがとう。来てくれてありがとう。ありがとう。みんなに会えてよかったよ。そして2位はクープーさん。クープー。クープーでマジで私今やってそうなんで、ちょっと。クープーさん、ありがとうございます。1位はワクさん。ワクさん、ワクさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。今日は最下。話すか、オーバーしてみるね。うん、ありがとう、待ってるね。眠眠、待ってるね。じゃあまた明日は配信するかも。ちょっと早めの5時4時半とかが微妙な時間にするかも。するとしたら、そう、確かにちょっと予定があって、そうなんですよ。またね、バイバイ。次はね、いつ会えるかな。12月20、お話し会とか、そういう実際で言うと12月25日に私が出演させていただいている舞台バグズ2の舞台挨拶があるので、渋谷で12月25日クリスマスですね。クリスマスご予定がないよという方はそちらで直接会えます。サインもできます。お願いします。そんな感じですかね。お、無事家着いた、よかった。そんな感じです。では、
See you.